さあ、3投目の回収に入ります。2人とも当たりがあったということで、やっぱ当たりは今日ちょこちょこありますね。ただ重さは結構あるにもかかわらず引かないです。まくってないです。軽くなる感じがある。重たいです。ついてそうな感じ、はい、電動重い。回転さん、ゆっくり回転。多分回転さん、遠くに行ってるんで、遠くからまさかこれと絡んでる。ラインから相手が来てます。多分 T にサメ肌が当たったら重りがいっちゃうんですよ。僕さっき怖かったんで。でなんか効かないけど、なんかついてる。ああ、手巻きだと直に伝わる。電動だと全く分かんないからね。もぞもぞみたいな。もぞもぞとサメの間ぐらいです。ああ、反応ある。反応あります。おお、なやっと引き上げる。何がかかってるかな。カジタイさんは微妙らしいです。ユーマくんは確実に魚の反応があると。今のところはまだ結構知らない側にサメ以外でもバレない。
のまま流しますか。あー、かかってるから、かかってる可能性あるから一回上げちゃってもいいかもしれない。一発逆転の。竜宮の使いと同レベルのポイントだからね。頭振ってそう、頭振ってる感じ。これ一回それでバスって全部やられちゃったから。そっぽ向いてやってるっていう。やべ、そうなるとバラムツの可能性高くなっちゃうんだけど。やばいやばい、すごいバラムツ感出してる。もうあと100ぐらい。前あと1。まあ残り400。ありがとうございます。でも今自分が巻いてるから余計に今弱む。釣り上げた途端もう風バンバン吹かせる。これちょっとやばいと思って走ってます。走ってる。やばい。タモいる。ああ。玉の準備しようか。この丸ポジを押しながらやると。
見た目でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さっきの梶谷さんはフォトではないですけど、はい、まあまあいいサイズで本命の深海だ。さあ次はどんな魚種を釣るのか。